家で発電して余った電気を学校、幼稚園などで使えること知ってる？自宅の太陽光発電の固定価格買取期間10年が過ぎたら、これまでの使い道にプラス売電先として市内の学校や幼稚園などで活用する選択ができるようになったの。太陽光発電しているお家の人はこれからの余った電気の使い道選ばないとだね。子供たちの未来のためにもできることから始めませんか？袋井市はゼロカーボンシティを目指します。